ドライバーの皆さんこんにちはこちらの動画では AWSD プレーサーのハンズオンで機械学習ジャーニーを始めようというタイトルで D プレーサーや D プレーサーリーグ強化学習に関する説明そしてデモをお見せします対象者は主に AWSD プレーサーを初めて触れる方ですなお D プレーサーリーグおよび D プレーサーチューデントリーグはプレゼンティングスポンサーであるインテル社にご協賛いただいています AWSD プレーサーの内部でも インテル社の様々なテクノロジーが活用されていますそれではエンジンを指導して始めましょうまずはじめに自己紹介をさせてください私はソリューションアーキテクトの田原と申します普段はこれから本格的に AWS を活用していくフェーズのお客様に対して技術的な支援をしています好きな AWS サービスは機械学習プラットフォームの Amazon 政治メーカーと量子コンピューティングの Amazon ブラケットです こちらが本動画のアジェンダになります。早速、AWS ディープレイサーがどのようなものなのかを紹介していきます。 ーープレーサーの使用についてです2020年8月にステレオカメラやライダーセンサーを新たに搭載したディープレーサーエボが登場しました amazon.com で入手可能で受け取った際に利用するカメラの数やライダーのオン・オフの設定ができますそれ以外は従来のディープレーサーと同じ仕様となりディープレーサーをすでにお持ちの場合はセンサーキットを購入してエボ機能にアップグレードすることができます アトムプロセッサーを搭載し、インテルが配布している OpenB のツールキットを利用しています。その他の仕様はご覧のとおりです。AWS のミッションの一つとして、すべての開発者に機械学習が利用できるようにするということが挙げられます。まさに T プレーサーは、すべてのスキルレベルの開発者に、強化学習を提供するために登場しました。 AWS DeepRacer は18分の1スケールの自律型レーシングカーで多くの機能を備えています。楽しさと競争を通じて機械学習へのジャーニーを始めるのに役立つプログラムです。AWS DeepRacer は2018年に開発者が楽しく機械学習を学ぶことを目的として登場しました。その後、2つのカメラとライダーセンサーを備えた AWS DeepRacerEVO が登場し新しい課題や さらななるる学習レースにに取りり込めるようになりました AWS ディープレーサーを持ちでない場合も学習を開始するのに物理的なディープレーサーを待つ必要はありません機械学習を使ったディープレーサーの走行モデルの構築トレーニングレースで行われる 3D シミュレーターを提供しています AWS ディープレーサーリーグは強化学習を用いた世界初の ググローーーバルな自立型レーシングリーグです毎年150以上の国から数万の開発者が世界を舞台に賞金と名誉をかけて a w s ープレーサーで競っています2022年のリーグでは何が待ち受けているのかこの後深く掘り下げて紹介していきますまたコミュニティレーシングツールを使用して独自のリーグをスタートすることも可能です友人とのレース 社内でのコンペなど身近な人々の間でレースを競わせるためのツールキットです昨年7月にコミュニティレースにエキサイティングな新しいライブ機能が追加されましたコミュニティレーシングツールを使用して10分とかからず独自のライブレースを構築し友人や同僚、競争相手を招待してリアルタイムでバーチャルトラックで競い合うことができますそれでは続いて ディープレーサーの力の源である機械学習、強化学習について説明します。人工知能は、人間の知能を機械で実現するということを目的としています。この人工知能という単語は、非常に広い意味を持ち、汎用的な人工知能のことや、特定のタスクに特化した人工知能の意味を含んでいます。機械学習は、 特定のタスクに特化した人工知能の一例とも言えます機械学習は統計的な技術を利用することでプログラミングをすることなく自動で学習することを可能にする技術です機械学習には大きく分けて教師あり学習教師なし学習強化学習の3つの種類があります教師あり学習は数値を予測したりデータを分類したりするモデルを作成します 学習には教師となる正解ラベルと正解データがピアになった学習データを必要とします。画像分類、自然言語処理、線形回帰などでよく使われています。教師なし学習は分類を支援するために大量のデータで類似性を識別するようにモデルがトレーニングされます。例えばクラスタリングなどでよく使われています。最後はディープレーサーで使われている 強化学習です。ある環境の中で自分自身に合う行動を学習し環境に対して最適化するということを学びます。モデルが環境と相互作用できるシミュレーション環境が必要でその中でモデルを学習していきます。行動に対してそれが良かったか悪かったかを判断する報酬関数というものが必要となります。その報酬関数に基づき最適な行動を学びます。 例えばロボット工学やレコメンデーションなどでよく使われています。教科学習は日常生活でもよくある考え方に基づいています。おそらく皆さんの中にも正しい行動を導くために報酬を与えたことが経験としてあるのではないでしょうか。ペットのしつけを思い出してみてください。正しい行動をした時においしいご褒美を与えるということがよくあると思います。一方で悪い行動をすれば ペナルティーとして褒美は与えません。強化学習の結果としてペットはより多くのご褒美を得るように行動することになります。また犬の訓練で見られるように座る待てといった単純な行動だけではなくより複雑な行動も学習することができます。し験に成功すると訓練次第では普通の犬をサーカス犬に変えることさえできます。 ここで強化学習をする上で必要な6つの要素についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。エージェントはゴールに向かうためにある環境の中で自律的に行動するモデルやソフトウェアのことを指します。ディープレッサーにおいてはエージェントは AWS ディープレッサーの車両そのものです。そして目標はトラックを一周することです。環境はエージェントとインタラクションを行うもので、 ディープレーサーの場合はトラック,ラックの詳細は AWS ロボメーカーの中で設計構築されています状態はエージェントで観測される環境の状態のことで例えばカメラ画像やセンサーから得られる入力情報をもとに生成されます行動はエージェントが受け取る状態に対してゴールに到達するために事前に定義した行動空間から選ばれます 報酬に対しては、先ほどの例で見たように、目標を達成するために、ディープレイサーの場合は、ゴールに到達するための行動に大きな報酬を与えます。また、コースをはみ出るなどした場合は、罰として報酬を差し引きます。エピソードは、スタートからゴールまでのエージェントの一連の行動を指します。報酬機能は、特定の行動にインセンティブを与えるもので、 より良い AWS ディープレイーサーのモデルを生成するためにいかに報酬関数を設定するかが最も重要になりますこのレースグリッドを見て報酬関数の実際的な例を見てみましょうグリッドの四角のマスに状態が対応します緑の四角は開始の位置でフィニッシュラインはゴールいわゆる終了状態です上部と下部の黒い四角はトラックの端となっており 停止状態としてて定義されていますこれは車両がトラックから外れて良くない走行であるということを示します報酬関数はエージェントが実行したアクションが良かったか悪かったか結果に基づいてどれだけ良かったかを判断するのに役立つコードになりますエージェントが目標に向かって移動すると次の状態が評価され報酬が割り当てられますこの報酬は エージェントに学習させたい運転行動を奨励します。例えば、エージェントが中心線を運転するようにインセンティブを与えたいという場合があります。その場合、どうすればよいでしょうか。それぞれのマス・状態に報酬値を割り当てることで、詳細の報酬を設計することができます。例えば、中央ラインを通過し続ける場合、 最短の時間でより多くの報酬を獲得しながらゴールをするということができますディープレッサーはゴールに向かう途中でどのアクションが最高の累積報酬をもたらすかということを学習します中心線に高い報酬を割り当てることによりモデルは中心線にとどまるアクションが側面での運転に繋がるアクションよりも高い報酬を獲得するということを学習します ではエピソードを集めながら学習をする実際の過程を見てみましょう学習を行うにはいくつかの反復トライアルが必要で試行錯誤の連続になりますエージェントはより良い行動を探索するためにたくさんのエピソードを集めながら最高の報酬を得ることができるよう行動を探索していきます左側にあるこの報酬グラフに着目してくださいこのようなグラフがコンソールに表示されますが エピソードごとにエージェントは最高の累積報酬を受け取りますエピソードを重ねていくにつれて合計報酬が上がっていくと学習が成功しているということになります最終的にモデルの学習は収束に達しエージェントディープレイサーは現在の状態に基づいて特定のアクションを頻繁に選択し始めますそれでは探索のフェーズと より学習が進んだモデルの走行の様子を見ていきましょう。まずは探索フェーズです。すぐにコースアウトしてしまうというところが見て取れると思います。続いて、ある程度学習が進んだ走行の様子です。うまくコースアウトせずに、 中心線に沿ってうまく走行できている様子が確認できます次に学習が行われていくプロセスについて見てみましょう最終的に最高の報酬を得るために最高のモデルが学習されます ディープレーサーはレーストラック環境と相互作用しその双方集を最大化するというところでフィニッシュラインに到達することを目標としていますディープレーサーはトラックを走行しながら1秒あたり約15枚の写真を撮影しますディープレーサーエヴァの優れた点はステレオカメラとライダーを備えているので状態をより詳細に把握するということができます ディープレイサーが次の状態、つまり画像を受け取ると自分のポリシーに応じて行動し、その行動によって報酬を受け取ります。学習は反復的なプロセスであり、設定したハイパーパラメータを使用してエピソードを集めていきます。トラックを周回できるエピソードをより多く集めることで、より多くの経験と知識が収集されます。そして、プロセスの最後にモデルを生成します。 モデルが収集する知識が多ければ多いほど、モデルはよりスマートになります。そしてその知識を将来の運転決定に使用するということができます。最後にトレーニングが終了すると、物理エージェント、つまり実際の AWS DeepLaser ーーの車両にデプロイできるモデルが生成されます。こちらのスライドで DeepLaser ーーが学習するニューラルネットワークの構造イメージを表しています。 ディープレイーサーは6つのレイヤーを備えたニューラルネットワークのアーキテクチャを使用しています。カメラが入ってきた入力画像からパターンを抽出して最良の報酬を得るために行動パターンを選択します。最初のレイヤーは入力レイヤーです。それは画像または状態になります。実際の入力画像はグレースケール画像に変換されます。またエヴァを使用する場合は ステレオカメラから入ってくる2つの画像がスタックされます。ライダーを使用している場合は、車の後ろ90度を示す別のベクトルが入力されます。この入力レイヤーからキャプチャーされたピクセルは、3レイヤーの畳み込みニューラルネットワーク、いわゆる CNN を通過します。入力した画像から、トラックの境界線、中心線のウェイポイント、フィールド内、またはフィールド外など、 運転の意思決定に役立つような特徴量にに変換します運転には認知・判断・制御の3つの行動要素が必要になりますが認知がこのレイヤーに当たります次にそれらの特徴を2番目のニューラルネットワークにフィードします次のレイヤーはポリシーネットワークといいます認知・判断・制御の中で判断を行うレイヤーに相当しますこれは 車がどんな行動を取るべきかを判断します。入力画像に応じて、車の速度を上げるのか下げるのか、右に曲がるのか左に曲がるのか、ポリシーネットワークは状態に応じて実行するアクションを決定するのに役立つように重みを学習します。AWS DeepLayer には、Intel OpenB のツールキットが組み込まれています。OpenVisualC 論と、 ニューラルネットワークを最適化する IntelOpenB のツールキットはフリーウェアです。開発者やデータサイエンティストが AI やディープラーニングのワークロードを高速化するのに役立つツールキットとなっております。先ほどトレーニングした強化学習のモデルに対してこのツールキットを使用してモデルを変換し最適化します。また OpenB の推論エンジンを使用することで高いパフォーマンスと効率で 実世界ののトラック上で走り回る際の行動を推論しますディープレーサーは車両 a に搭載された推論処理用の Intel Atom プロセッサーや開発者の強化学習スキル向上を手助けする Intel Reinforcement Learning Coach などエッジからクラウドに至るまで Intel のテクノロジーを活用しています。またデバイスを動かすために Ubuntu 上で ROS V1.0 を使っています自律走行用のモデルを読み込むたびにインテルの OpenB のモデルオプティマイザーによりモデルが再適化されます自律走行中は画像やセンサーカメラからメディアエンジンを通してインテル OpenB の推論エンジンに流れ推論結果が速度や方向などのアクションに変換されて制御濃度に流れ車両のエンジンとステアリングサーボに送信されます それでは続いて AWSD プレイサ,ししサーはさまざまな AWS サービスを使って構築されています。AWSD プレイサーコンソールからはこちらのアーキテクチャー図にあるように複数のサービスを抽象化した API コールによってシミュレーターを使って学習を進めていくということができます。まず Amazon 政治メーカーでは強化学習モデル RL モデルを使ってトレーニングします AWS ロボメーカーは 3D シミュレーションの環境を提供しています。政治メーカーとロボメーカーは Amazon S3 を介して情報をやり取りします。例えば状態、アクション、新しい状態、報酬などのエクスペリエンスは AWS ロボメーカーで生成され Intel G4 スケーラブルプロセッサーを搭載した 政治メーカーーカでモデルがトレーニングされますこの2つのサービス間をやり取りすることで学習が進んでいきます。また Amazon CloudWatch はログを保存します。そして Amazon Kinesis VideoStream はロボメーカーから取得した情報をもとに DeepLacer Console にビデオを表示します。こちらは DeepLacer Console から Python コードを使用して 報酬関数を設定する最も重要なな部分になります最初から報酬関数を設計するのは少しハードルが高いと感じられるかもしれませんそのため3つのサンプル報酬から素早く起動して実行するということができますトレーニング中にエージェントがアクションを実行しシミュレーターで車の位置が更新されます報酬関数はアクションの結果がどれだけ良いか もしくは悪いかを判断すするために使用されますでは結果が良いか悪いかは報酬関数はどのように知るのでしょうか各アクションの後にシミュレーターからの自分自身の状態を表す変数を取得するということができます例えばシミュレーターはトラックの中心から車がどれだけ近いかといった情報を教えてくれますこれらの変数を報酬関数の中で使用することができるのでトラックの中心に近づくことで より高い報酬を与えるといった報酬設計をすることができますまたコードを保存してトレーニングを実施する前に AWS Lambda によるコード検証を利用して Python コードの構文が正しいかどうかをチェックするということができます次に報酬関数に使用できるトラック要素とシミュレーターから得られる変数にどのようなものがあるかを確認してみましょう 環境でで定義されているパリメーータはこちらの通りです。例えばトラックを囲む亀トラックの外の場所こちらはオフトラックと呼ばれますトラックの中の場所をオントラックと言いトラックの中心性も定義されていますアクションが良い結果をもたらしたか悪い結果をもたらしたか他にも確認する必要のあるコンポーネントを紹介します 車は XY の位置が関連付けられています。シミュレーターではトラック全体に広がる参照点、Waypoint イイというものを提供します。この紫で数値が打ってある場所のことを Waypoint イイと言います。Waypoint イイと自社の情報を使ってトラックの形状に対して今自分の車がどんな風に走行しているのかという値を計算して今の自分の走りがいい走りなのか 悪い走りなのかということを決める報酬関数を作成しますこれらの変数はモデルのトレーニング時にシミュレーターによって提供されるもので学習を行うときのみ使うことができますつまり学習が終わった後のシミュレーション上でのレースや物理的な車を走らせる際にはこれらの変数を使うことができません例えば実機を使って実走行する場合は報酬機能はなく あらかじめトレーニングされたポリシー関数を使用してカメラの入力画像から次のアクションを計算しますこのウェイポイントを使って計算するサンプルパラメータの例を次のスライドで紹介します方位パラメータは座標形の x 軸から半時計回りに測定された車両の向きを360度の単位で表します軌道上のすべてのホイールは エージェントが軌道上にあるかどうかを示し、true もしくは false を返します。中心からの距離は車両が中心線からどれだけ離れているかを示します。また、progress is reserved など報酬関数の作成に使用できる他の変数もありますので、ぜひドキュメントをご確認ください。AWS DeepLayer のセンサーをカスタマイズして、 様々なセンサーを組み合わせて新しい車を作成できるガレージという機能が追加されましたライダーやステレオカメラに対応したことでエージェントが様々なものを検出できるようになりました例えばオブジェクトまでの距離を学習することは困難でしたが2つのカメラ画像を使用するとモデルは他の物体までの距離を学習することができます 行動空間について説明します行動空間とは速度とステアリング角度の組み合わせで車が実行できるアクションのリストを定義します提供するアクションは多ければ多いほどモデルのトレーニングにかかる時間が長くなりますが車がトラックを周回するにつれてアクションの範囲が広がる可能性があります行動空間はトレーニング前に設定されトレーニング後には変更することができません また行動空間は遺産的な値だけではなく新たに連続的な値を設定するということも可能になりましたその他以下のような追加リソースが提供されています興味がある方はぜひ覗いてみてくださいそれでは D プレイサーコンソールを使った 実際のデモをお見せします。それでは、AWS DeePlay サーの操作方法についてご案内します。DeepPlay サーは現在、バージニア北部リージョンでのみサービスを提供しています。そのため、現在のリージョンがバージニア北部でない場合は、右上のリージョン選択メニューからバージニア北部を選択してください。続いて、コンソール上部の検索欄に、 ディープレーサーと入力します出てきた AWS ディープレーサーのサービスメニューをクリックしてディープレーサーコンソール画面にアクセスしますディープレーサーのトップ画面ではディープレーサーの概要やディープレーサーリーグの案内料金ドキュメントなどのリソースへのリンクが記載されていますここでは早速ディープレーサーのモデルを作成していきたいと思います そのためにはオレンジのボタンの Create モデルをクリックするか左上のハンバーガーメニューをクリックして r e e n f o r c e m e n t Learning のセクションの Get Started をクリックします。こちらでは10分ほどの簡単なチュートリアルを見ることが可能です。ここでは早速モデルを作成していきたいと思いますのでオレンジの Create モデルボタンをクリックしていきます。 モデル作成のステップ1では、モデルの名前や説明、環境を設定していきます。上部のオーバービューでは、ディープレーサーと強化学習の概要について説明しています。環境は、AWS ディープレーサーが実際に走行する場所でトラックのことです。エージェントは、ディープレーサーの車両を自身になります。具体的には、ディープレーサーを制御するニューラルネットワークになります。状態は、ある時点に基づいて、 環境からエージェントが得られる情報ですディープレーサーの位置や方向になりますアクションは状態に基づいて何かを実行するように下した決定になり加速もしくは方向転換になります報酬は状態に対して取ったアクションに基づいて得られたフィードバックになりますでは早速モデルの名前と説明を入力していきます 続いて環境を設定していきます。環境は数十のトラックから選択することができます。例えば4月の仮想サーキットのトラックであるエーススピードウェイや5月に開催されるサミットサーキットで使われるサミットスピードウェイのトラックなどです。今回はサミットスピードウェイを選択して進めたいと思います。末尾の クステップ2ではレースのタイプとトレーニングアルゴリズムおよびハイパーパラメータを設定することができますレースのタイプはタイムトライアル物体回避ボットとの競争を選択することができますここではタイムトライアルを選択します トレーニングアルゴリズムとハイパーパラメータでは PPO と SAC こちらの2つから選択することができます詳しい説明はここでは割愛させていただきますのでドキュメントなどを参照いただければと思いますそれぞれのトレーニングアルゴリズムに基づくハイパーパラメータも末尾のハイパーパラメータから設定することができますここでは PPO を選択して、ハイパーパラメーターはデフォルトでいきたいと思います。末尾の NEXT をクリックします。ステップ3では行動空間を定義します。行動空間とは、エージェントが取り得る行動の範囲のことです。Deep Racer では、スピードとステアリング角度の組み合わせになります。行動空間は、 連続的な行動空間と的的なな行行動動空空間間の2種類から選択できます連続的な行動空間は左右のステアリング角度と最低速度最高速度を設定してその範囲から選択されます右側の矢印をドラッグすることでも設定することが可能です一方で 理算的な行動空間の場合、ステアリング角度については、最大のステアリング角度の設定と、その分割数を設定します。また、スピードにおいても、最大速度と、その分割数を設定することで、それらの組み合わせが行動空間として定義されます。Advanced Configuration のトグルボタンをクリックすると、 手動ででその設定をすすることも可能です最大30までの行動を定義することが可能です今回は連続的な行動空間を選択して行動の範囲はデフォルト値のままいきたいと思います右下の next ボタンをクリックしますステップ4では車両を選択する画面になりますあらかじめ 搭載するセンサーやカバーをカスタマイズできるのですが今回はデフォルトで用意されたものを選択しますこのまま next をクリックします最後のステップでは報酬関数を定義します報酬関数はディープレーサーにとってモデルを最適化してトラック上のパフォーマンスを向上する上で欠かせないものですエージェントであるディープレーサーは 与えられた状態で特定のアクションを実施して報酬関数に基づいて報酬もしくは罰などのフィードバックを受け取りますこちらで記載されたコード例では車両の位置がセンターラインに近いほど高い報酬を得られるとそのような報酬関数になっていますその他にもサンプルがいくつか用意されています右上のリワードファンクションエグザンプルズを選択します タイムトライアルでは3つのサンプルコードが用意されています。先ほど説明したセンターラインに沿うほど高い報酬が得られるもの。ある2つのラインの中であれば高い報酬が得られるもの。ジグザグ走行を防止するような報酬関数も用意されています。ここではジグザグ走行を防止するような報酬関数を 使っていきたいと思いますこちらのユーズコードを選択しますそうすることでコードディリタータに反映されますこのコードでは先ほどのセンターラインに沿った報酬関数に加えて下リング角度が15を超えると報酬が0.8されるようなコードがさらに付け加えられています この状態で、バリデートボタンを押すと、このコードが有効かどうかを確認することが可能です。最後に、最大実行時間を設定して、このままディープレーサーリーブに登録するのであれば、こちらのチェックボックスを入れて、Create モデルをクリックします。 トレーニングに必要な初期化処理が行われています。数分かかりますので、早送りしたいと思います。トレーニングの準備ができると、 トレーニングセクションにリワードグラフとシミュレーションビデオストリームが表示されます。リワードグラフはトレーニング中の平均報酬などの推移を確認することができます。シミュレーションビデオストリームではシミュレーター内のトレーニング中のディープレーサーの走行の様子を確認できます。しばらくディープレーサーの走行の様子を観察した後トレーニングが1時間ほどかかるので 早送りしていきたいと思います。 作成したモデルでコースを走らせたい場合はエバリュエーションというセクションのオレンジのボタンスタートエバリュエーションというボタンをクリックします走らせたいトラックを選択しますここではトレーニング時と同じサミットスピードウェイを選択して末尾のスタートエバリュエーションというボタンをクリックします 環境の準備ができるまで少々お待ちください。評価中のモデルの走行の様子が表示されます。評価結果として、時間、乾燥率、そして状態も合わせて表示されます。 走行の様子をしばらく見てみましょう。 最後にモデルダウンロード方法のご案内です。上部のメニューのアクションからダウンロードフィジカルカーモデルを選択することで作成したモデルをダウンロードすることができます。皆さんディープレイサーのデモはいかがでしたでしょうかディープレイサーコンソールにアクセスして早速ドライブしてみましょう。こちらで AWSD e e p l a ーサーのハンズオンで機械学習ジャーニーを始めようは以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。